こんにちは、キッシャンです。今日は車のタイヤを発送するための梱包方法を紹介します。こちらはホイール付きのタイヤです。用意するものはホイールに傷がつかないようにするための段ボールです。適当なサイズにカットしてあります。あとタイヤに巻きつけるこちら、ストレッチフィルム 300mm×500m の分です。これくらい幅の広いものや手持ちでぐるぐる巻く小さいものも売ってますが、このサイズを選びました。まずは巻きやすいようにするためにホイールにフィルムの端を結びます。この作業は特にしなくてもいいですが、結んでおくと巻き始めがだいぶ楽になります。まずはフィルムを一周巻きます。今回タイヤカバーが破れないように室内で作業していますが、タイヤだけだったら外で作業できるのでかなり楽だと思います。ここでホイールを守る段ボールを挟みます。この時に仮止めしておくと後の作業がとても楽です。裏面も同じようにします。あとはフィルムを巻いては少しずらしての繰り返しでタイヤ全体を包みます。同じ面を3回ほど巻けば問題ないと思います。最後はフィルムをちぎって完成です。僕の場合はこの後でタイヤの接地面を余分に巻くようにしています。3周から5周ぐらい巻いてます。最後に角の部分を押さえて完了です。はい、こんな感じですね。以前はこういうバンドも使ってたんですが、フィルムは滑りにくく運びやすいので最近はこの状態で発送しています。持ち上げにくいこともありません。今日はホームセンター江南で買ったストレッチフィルムでタイヤを包んでみました。このサイズで700円ぐらいで売ってます。すでに残りの3本も巻き終えてますが、まだ十分残ってます。これよりも幅の広いものも売ってます。それだと広い面で巻くことはできますが、取り回しが大変かもしれません。今回このサイズにして正解でした。参考になれば嬉しいです。それでは。